紹介します。加藤さん、私のパートナーのレオモン様です。パートナーって？私もデジモンテイマーになれたらしいの。本当ですか、レオモン様？ちょっと待て。待ちます。さっきから聞いていればパートナーとかテイマーとかわけのわからぬことばかり言って、第一私のことをレオモン様というのはよせ。レオモンでいい。じゃあ改めてレオモン。なんだ？加藤さんがテイマーになったって本当？だから私はテイマーが何のことだか。私が教えてあげる。レオモン。その目はやめろ。私やっぱりレオモン様とお呼びしたい。勝手にしろ。勝手にさせていただきます。どうする？ジェンに相談する。加藤さんがテイマー？レオモン様追います？それテイマーじゃなくて。聞いてみる。加藤さん、なに？恋したことある？ありがとう、レオモン様。初恋じゃないみたい。初恋じゃないとすると、わかった、そっちへ行く。こっちへ来るって。ルキにも知らせよう。その子デジバイス持ってるの？聞いてみる。加藤さん、デジバイス持ってる？持ってない。持ってないって？それだけ？それだけ？レオモン様、デジバイス持ってなくてテイマーだなんてそんなのないわよ。いいわ、その子に意見してやる。ルキも来るって。あのデジモンは？さっき私のことを襲って。加藤さんを襲う？クンビラモン、聖獣型デジモン完全体。完全体？デーバだよ。リー君、しばらく様子を見よう。さっきの俺と思うなよ。六分身。な。十。いや。な。レオモン様、無駄だよ。十。十。貸して。デジバイス。はい。Okay.